んにちは。美味しいものが食べたいよしです。今日はね、ちょっとお高い、サバの味噌煮缶を買ってきたんですよ。で、それでね、ちょっとそうめんの漬け汁をこう作ってやってみようかなと。まあ、イメージ的にはね、きゅうりを入れないので、なかなか言いにくいんですが、冷や汁みたいなね、漬け汁にしてみたいな。もっとね、具沢山にして食べ応えのあるね、そうめんって言うとなんかさっぱりしてますけどね、ちょっと食べ応えを、意識して、作ってみたいと思います。ちょっとね、その、お高いサバの味噌煮が、どんな味なのかね、まずちょっとそれを味を見てから出ないとなかなかどういったものを使っていいのか想像もつかないのでね、そんなところから今日は始めていきたいと思います。ほんならいごめやか。はい、材料の説明なんですがね、今日はそうめんとそれからこのね、ちょっとお高いんですけどね、これサバの味噌煮なんですけども、なんかやたらお高いやつがあったので、ちょっとこれをね、試していろいろ作ってみたいと思うんですね。あとね、おそらくこの味噌ね、信州味噌ですね、それから薬味系でね、この新生姜、みょうが、それからネギ、あとね調味料がちょっとね、これを開けてみないと、これの味を見ないと分かんないもんですからね、ちょっとその都度追加していくかもしれません。はい、ではね、材料の方を刻んでいきましょう。まずはこちらみょうがですね、縦2つに割って、あとは斜めにね薄切りにしていくと千切りみたいになりますけどね。はい、次はね新生姜ですね。この辺のちょっと赤いところだけね、取っておきましょうかね。皮はついたままでいいと思いますよ。これも千切りにしていきます。はい、こちらね新生姜の方は、せっかくね新生姜ですので風味を楽しみたいですから、水にさらさない方がいいですね。そんなにね新生姜、姫生姜に比べると全然辛くないですから、なるべくならそのまま使った方が美味しいですね。ちょっとこの、どんなもんかね、ちょっと味を見てみたいと思いますね。油がすごいですねこれ。うん、ああ柚子だ。はい、お味噌いらないですね。このそのまま味噌が使えそうですね。で、逆にね、つゆの素みたいな、またそうめんつゆストレートのやつでもいいですね。それでちょっとこれ加工していきましょうか。はい、ではね、漬け汁の方を作っていきましょう。これね一缶じゃ全然多いですからね、半分ぐらい使いましょうか。半分でも多いですね。はい、あとはねちょっとこの油がねすごい美味しいんですよ。ちょっと油も入れましょう。はい、これをねまず潰していくんですが、ちょっとね箸だと効率が悪いですね。フォークでやりましょうか。あまりペースト状にするまで潰さなくてもいいです。普通にね、普通に軽くこう潰してください。こんなぐらいで十分ですね。はい、そこへもう簡単にやりましょう。そうめんつゆ入れちゃいましょうね。これストレートのやつです。はい、ではねタレの中に、生姜たっぷり入れちゃいましょう。それから、みょうがですね。
そうですね、この味でしたらね、ごまが合いそうですのでね、ごまも入れてみましょうか。はい、この煎りごまですね。で、ね、これひねりごまって言うんですけど、指先でねちょっとこうひねってやるんですね。最後2つまみぐらいね、こうやってひねってやりましょう。香りがものすごく立つんですよ。はい、ではね、基本の漬け汁は出来上がりました。ちょっと薬味だらけですね、これ。漬け汁っていうよりも、もう薬味と一緒にあのそうめんをすするみたいな感じになりますね。はい、ではね、これを、器に移しまして、タレと言えないですよね、これね。はい、茹で上がりましたんでね、今めちゃめちゃこれ冷やしてあります、氷水でね、で、まあ、盛り付けていくわけですが、盛り付けるっつってもこのままね、あのそのままさっと盛るだけでいいと思いますんでね。今日はあの何も飾りがないですけどもね、そのままストレートに持っていきます。はい、ではね、こちらで、サバの味噌煮缶を使ったそうめん、こちらも完成ですね。はい、じゃあね、早速食べてみようと思います。いただきます。うん、あ、めっちゃめちゃ美味しい、これ。お値段なりかもしれませんね。サバがめちゃくちゃ美味しいですよ、これ。で、ふわっとこう、あの口に入れた瞬間にね、漂うその柚子の香りだとか、それから新生姜、あとごまがね、めちゃめちゃ効いてます。みょうがもそうですしね、すごくこれはね、いいな、めちゃくちゃうみゃ。うん、この具みたいな薬味がね、あー、うめえな、これ。あの缶詰自体ね、ちょっと甘いんですよ。で、あの信州味噌を入れるとさらにまた甘くなっちゃいそうで、あのやめたんですけどね、これは正解だったですね。ちょっとね、甘さが結構勝ってるので、唐辛子系でね、調和が取れるような気がしますね。七味唐辛子を入れてみました。めっちゃうめえ、これ。おいしいもん食べてるときってほんと幸せですよね。めちゃめちゃ美味しかった。なんかね、間を空けるのがもったいないぐらい、どん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 次から次からこの口の中に放り込んでいきたいぐらい、もう美味しい、これ。あの多分ね、
いつも僕が食べてるサバ缶なんてのもほとんど100円ぐらいのサバ缶を食べたんですけど、それだとねこの味にはならないと思いますね。やっぱりサバ缶自体のその美味しさがやっぱり際立つようなこの汁だったと思うんですね。汁って言えないのはもうほとんど具に絡めて麺を食べてるみたいな感じでした。だからもうスープも全然、最後ちょっと一飲みしただけで、空っぽになっちゃいましたね。でもね、こう普通にそうめんつゆにつるつるっとつけてサラサラ食べるのよりもね、なんか食べ応えがすごくあります。今日は実は、これそうめんはねイボの糸を使ったんですけども、いつもだとね4束食べるんですけども、今日ね3束にしといてよかったです。結構ボリュームがあったり、もうお腹いっぱいになりました。もう普通の人は多分2つでね、2話ぐらいで十分だとは思うんですけども、僕は、ね、いつも4話食べるんですよ。それがもう全然今日もうお腹いっぱいです。もう大満足の今日は一品でしたね。これめちゃくちゃ簡単にできるし、もうタレなんかねほぼ、刻むものはありましたけどね、あとフォークでサバを潰してぐちゃぐちゃっと混ぜて、で、そうめんつゆで伸ばしてただそれだけですよ。めちゃめちゃ簡単なのにね、こんなに美味しいのができるってちょっとびっくりしました。はい、今日もね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。